塾女会議過去会議坂本ちゃんダイエット企画だってみんなそうじゃん、うん、いやいやもうこれね本気もう人生一度の本気定期的に行われてるコーナーかもしれないけどそれでまず第一弾としては、うん、私たちは高尾山に登りますはいはい、っていうか多分見てる人も高尾山かよって思ってるかもしれないけど小さな一歩からそれも私たちにとってもすごいだからあとね坂本ちゃんねやってほしいことがあるんですよ雨の日はどうでもいいけど晴れてる日曇りの日に、うん、夜1時間徘徊してくださいそういえば最近徘徊してないもんね暑かったもんいや今涼しくなったから前はもっと徘徊してたよ入ったのよえ昨日はちゃんと達成できたのよ、うん、何それ何キロ何その何そのアプリ歩数4000ちょっと私もそれやってるわよ何そのアプリ歩数4000私昨日は1万歩行ってないのよちょっと待ってそれ昨日私アウトレット行ったから1万歩歩いてんですよ、うん、1万1000ぐらい歩いてんの私は9月29日の木曜日は0歩よどういうことえそれ携帯持ってるの出るの持ってなかったからか持ってたら部屋の中部屋の中行ってたからじゃあジム行って走ってる時もこれを持っとかなきゃいけないね上がった階段2本2回よ2回でもこれね、ちゃんとね、うん、あともう少しで達成しますよとか教えてくれるから、なんか楽しい。で、坂本さん、1日1時間外を走って、疲れたら歩いていいから、早歩き。だって景色もう慣れ。あとさ、だって、あそこまで行って帰ってくんの。あなたのこれからは、うん、だってとデモをやめよう。そう、やめよう。わかるよ。だってデモダメ。だってデモ行ったら100円罰金で。だってデモって楽なんですよ。うんうん、私ね、だから一、そう、でもとかつい言っちゃうから一時期はそれをやめようとかって、うん、だってとでもは気にして楽なのよそれでだってでもってね言われる方はイライラしちゃうのよきっとまたそんなこと言ってるみたいな進まないからね、うん、から一歩進んで三歩下がるみたいな今日はそういう話だからでもとか言ってるんですよ、うん、普段言わないよね1時間歩いて毎日走るでもあとさ、ね、自炊しなよ